前回の、インターハイ予選は自分たちもまだ経験した、練習でさえ経験したことがないハプニングっていうのかな、予想外のことが起きたその後を、今日今日私たちのインターハイにほら来るまでにいろいろあったでしょ、どうやって選手たちをここまで持ち上げてきたのかなって。だからこのメッセージはやっぱりねすごく大事なメッセージだと思うの、あなた監督塩谷先生がどういうふうに、導いてきたか。まあ導いてきたっていうよりは共に上がってきたっていう感じなんですかね。どういう、それはさ、言葉で説明するとしたらどうやって上がってきた、一緒に、一緒にってことでしょ、子供たちと。だから自分が引っ張ってきたわけではないってこと。だけではない。でもやっぱり、まあ、過呼吸になってしまったり、その失敗をした子がこうすごくこう自分が次に向かうのに対して怖がったり、パーフェクトなものが取れなかった時に、自分が取れなかった、もう投げが悪かったわけじゃなくてっていうふうに思ったりした時に、もう一度同じ状況になっても自分ができるのかっていう、そういう怖さみたいなものが子どもの中にあったので、でもそれはある意味その子が悪いわけじゃないって、ならあとちょっとの間合いとかっていうところを変えるだけでそれが防げる、だからその防げるっていうところにまでなったあなたを見たい、もう一歩上に上がったそれを克服したあなたたちになってほしい、だからそのきっかけというかそのチャンスを与えてあげたい、それが今回のこの私たちのインターハイっていう企画になるので、そういった中で子どもたちはやっぱり成長を遂げるので、だから今日そういう場面にもう一度どういう形で会えるのか、で、ある意味今回参加したチームたちは本来だったら例えば県、党とかでトップとしてインターハイに行くであろうチームだったってことでね、インターハイに行くチームではなくてインターハイでトップを取るチーム、あー、なるほど、っていう気持ちがあるので、ただやっぱりそういうチームでさえもミスをすればっていうことだよね。ミスそのでそのミスをやっぱりどうだったらとかたらればがある世界ではないってことを学べたことも大きい、なるほど、すごいいいメッセージだと思う、やっぱりこういうのがなかったら昭和さんだったよねとかで、でもなかったらがない、1回しかない本番にこうだったらがない競技を私たちは志しているので、そういう部分を本当に奇跡の当たり前じゃないんだなってすごい感じました。今までいろんな試合で勝っても来たし、あの子たちはこう公式練習で失敗をしていても本番できたっていうような中で全国選抜も優勝したり関東高校も優勝させていただいたり、だからこういろんなところでミスなくやってきた子たちであっても、やはり私たちが一番行きたかったのはここにいるチームみんなインターハイ、それの予選でああいう悲劇が起こったっていうのは多分今までの人生の中でも、この子たちが生きてきた人生の中でも一番悲しかったってやっぱり言っていたので、その一番悲しいという出来事をどう乗
乗り越え、どう消化させ、どうもう一度前を向かせるのかっていうのがやっぱり監督かなっていうふうに思ったので、うん、じゃあ監督としてもなんか渋谷先生は成長できた年になってる、ね、うん、毎年思うんですけど大切すぎるんですよ子供たちのことが。そうだからそのことが失われたことが自分もまだ消化を本当の消化までは全チームの監督できてないと思うんです、うん、あ今今日この今日だって今日をここに集まっても、うん、そうでもやっぱり傷の舐め合いではなくて高め合い、うん、そして前へ進もうという意思を子どもたちにも監督陣側からというか大人側からそういう企画というこれでこう見せることによって、うん、だからそれが今日この日っていう感じ、今日この日が、うん、あの一歩上がるためのステージに、うんうん、なってくれれば一番いいかなと思っております、うん、はい、ありがとうございます。よかったんだけど、はい、今日お弁当ですね。今日お弁当ですよ、超美人、その箱の中も超美人弁当、あ、ありがとうございます、うん、私たち超美人にしとかないといけない。いいね。宣言、大会役員長塩谷恵美子先生、よろしくお願いいたします。
田さん。はい。板倉小日向さん。はい。梅沢蓮沙さん。はい。今年の団体のテーマは人魚です。人魚が人間になる夢を諦めず圧倒しながら成長する姿を表現しました。葛藤を乗り越え人間になれた喜びを細かいステップで表現しています。感謝の気持ちを持ち、私たちにしかできない物語をお見せできるように精一杯頑張ります。選手宣誓。日本女子体育大学附属二階堂高等学校、田中瑠奈さん。はい。昭和学院高等学校、渋谷美桜さん。はい。星野高等学校、桜井佳音さん。はい。日の本学園高等学校、横住カルナさん。I'm gonna go.
目を伏せて、I'm not afraid to die.
イズだったから。いつやったのか分かんないけど、いつやったのか。サプライズですよ。あ、やばいやばいやばい。先生たちなのかな。いただきました。何よりも嬉しい一日になりました、ね、ありがとうございます。おめでとうございま す, います。私たちのインターハイ素晴らしい演技でした。ありがとうございます。皆さん会を開いてくださり本当にありがとうございました。私たちが本当のインターハイではなくてももう一度夏輝ける場所を作ってくださった先生方や支えてくださった方々に本当に感謝しかありません。自分たちが今日この場で最高の演技をさせていただけて、自分たちとしても夏が輝けるものになったし、また国体に向けて頑張るモチベーションにもとてもなったので、きちんと次出させていただける国体では自分たちの最高の演技を見せつけて、一人一人が悔いのないようやりきってきます。本当にありがとうございました。失敗をしたり思うようにいかなかったり、そういった中で子どもたちが諦めるような気持ちになったり、すごく落ち込んだり、でもそこをもう一歩前へ、この子たちだからできる前へ出る意欲と向上心と頑張りをどこかで表現をしたくて、この会を企画させていただきました。今日サプライズで高校3年生たちが踊ってくれましたけれど、それが何よりの答えだったのかなって。今年の代の子たちがこういうふうに演技で返してくれたことが本当に幸せな一日だったなっていうふうにすごく感じています。今日を礎にまたこの後の国民スポーツ大会でこの4チームは集うことができます。この中でももう一回り二回り大きくなって、この作品がまた新たにもっと前へ出る、そして唯一無二の作品となれるようにまた頑張っていきたいなっていうふうに思いました。今日は本当にたくさんの方々の思いがあってこれができましたので感謝しかありません。今日は本当にありがとうございました。お式という形ではありませんが、これにて閉会とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。